コデラ・ハミルトン・ゲイリーは、日本のプロバスケットボール選手。アメリカ合衆国ロサンゼルス出身。ポジションはセンター。BJ リーグのシがレイクスターズに所属していた2009から10シーズンと2010から11シーズンに、最多リバウンドのタイトルを獲得した。B リーグ、シがレイクスターズに所属しているジョーダン・ハミルトンとは、実の兄弟である。16歳からバスケットボールを始めた。 マイアミ大学を卒業後、ポーランドのアズズ・コシャリン、ドイツの TB1860 リヒ、BBC バイロイトを経て2009年、BJ リーグ所属のシがレイクスターズに入団した。BJ リーグ2009から10シーズン、ハミルトンは1試合平均のリバウンドで14.33の記録を残し、リーグ最多リバウンド賞を受賞した。BJ リーグ2010から11シーズン、 再び、シガと契約したハミルトンは、2011年1月29日の、埼玉ブロンコス戦で16得点、20リバウンドを上げ、翌日の埼玉戦でも12リバウンドの記録を残し、この週の週間 MVP を獲得した。このシーズン50試合に出場したハミルトンは1試合平均15.2リバウンドを上げ、2シーズン連続で最多リバウンド賞を獲得した。 2011から12シーズン、BJ リーグのライジング福岡に移籍。51試合に出場し、リーグ2位となる、平均11.4リバウンドの記録を残した。2017年8月4日、B2 のバンビシャスならと契約した。2019年シーズンから、B3 リーグの佐賀バルーナーズに所属。2020年5月18日に契約満了に、伴い退団。 自由交渉選手リストに公示された。9月25日に、群馬クレーンサンダーズへの加入が発表された。10月8日で、群馬との契約が満了、退団する。2020年11月18日付で、帰化申請が、法務大臣に許可され、日本国籍を取得する。2020年12月8日、茨城ロボッツに加入。この記事は、 以下のカテゴリーでも参照できますゲイリー・ハミルトンに関するカテゴリー。ありがとうございます。